第102回全国高校サッカー選手権、富山県予選は3日に準決勝を行った。9連覇を狙う富山一高が8-0で富山中部高を下し、準決勝を突破した。11日の決勝で、富山高校に1-0で勝利した富山北部高と対戦する。富山、準決勝、富山一高8-0富山中部高、富山高校0、 1、富山北部だか。決勝、富山一向 vs 富山北部だか。